せーの、王様ランキング TV ライト。皆さんこんにちは。王様ランキングにてぼち王子を演じています日向みなみです。同じくテレビアニメ王様ランキングにて影を演じております村瀬歩夢です。この番組はフジテレビの痛みの他にて3月まで放送、そして現在 Amazon プライムビデオにて、好評配信中のテレビアニメ王様ランキングにて今月放送されたストーリーの中から出演キャストである我々がこのシーンで感動した、もう一度じっくり見てほしい、などいろいろな視点から振り返っていくトーク番組です。はいはい、第2クールでは月替わりでさまざまな出演キャストの皆様が王様ランキングを語り尽くしたこの番組ですが、最終回となる第6回はぼち役の私と影役を演じた村瀬さんとお届けしていきたいと思います。はい、そしてここから先はネタバレがあります。まだ本編を見てないよという方は本編をご覧になってからぜひ私たちのトークをお楽しみいただければと思います。はい、はい、ということでもうネタバレ何でも言っていいっていう、何でも言っていいですもう23話まで早速なんですけども、今月放送された、第20話不死身対無敵と第21話王の剣、そして第22話魔人との約束、そして最終話23話ですね、王様と太陽の話を振り返っていきたいなと思うのですが、村瀬さんはその中で一番印象深かったシーンは、一番印象深かったシーン、酷な質問ですよね。いや難しいよねまあでも影的にはやっぱ23話じゃないですか。墓地的にも23話ですね。そうだよね。なんかそれまでの話ってやっぱどっちかというとミランジョにね焦点が当たった感じの話になってるから、まあなんかあそういう感じで終わるんだ。結構さ、そのアフレコの時もそうだったんだけど、アフレコの最中は確かね原作の11巻だっけな12巻だっけな、あのなんかボス王がさ、こうやってやってる、表紙のやつあるじゃん、はい、あそこまでしか僕らなくて、そうでしたね。そうで、ひなたちゃんとか一部の人たちは、はい、多分ネットのやつだよね、ウェブの方で、ウェブの方で、はい、先の話知ってる人たちは多分一部いたんだけど、大体のキャストさんはその単行本の方でしか知ってなかったから、その最終的にこういう風になるって何にも知らなかったわけよ。だから21話くらいからの展開全く知らなくて、俺びっくりしたのがさ、はい、影がそのぼっちのところから身を引くというかさ、マジでって思って、あれが一番台本読んでまずびっくりしたかも、はい、でもなんかそのそれと同時に結構いろんなことが理解できたのが、そのぼっちに対してその味方でいたいっていう気持ちもそうだし、だけどぼっちの味方でいるっていうことは自分も含めて自分がいる存在いらない存在っていうのもちょっとなんかそういうなんていうの、旗から見てこれからのぼっちにはもう必要ないっていう風に自分で多分どっかしらこう切り捨てた部分がすごくあって、それはなんていうのかな、味方でいたいっていうことを多分最初の目的として思ったがゆえに、そういうふうに考えて自分に言い聞かせて、でも辛いみたいな感じの、なんか影の中でいろいろ考えたんでしょうね。いやすごく考えたけど、でも意外とやっぱ漫画の表情とかもそうだし、あとアニメの方の表情も、その去っていく時にはもう俺の心決まってるぜみたいな感じで思いました、あっさりしてるんだけど、なんかこう人間の心というかさ、そういうのがすごい一筋縄でいかないんだなというか、やっぱでこう悩んで悩んで、でもやっぱりこうお互いにとって必要な存在だったみたいな感じで、あれがすごいいいよね、はい、なんか影の中でその前向きに考えてたじゃないですか、その去っていく時はこれからの俺は未来があるぞっていう気持ちで言ってたけども、やっぱり墓地がいないことが辛くて、でその後の2人の再会のシーンはやばいですよね。あそこやばいねあそこ本当に。もうその原作読んでいた時から、私あそこのアフレコが楽しみで楽しみでしょうがなくて、あそこ先知ってたからね、知ってたので、で村瀬さんに言いたいけど言えないって思って、はいはい、そうなんかね、あんま教えてくれなかったんだよね。なんかこれは結構だって前のさ、はい、カジさんとかさ、サトリナさんとかさ、マーヤさんとかと、まあ、結構一緒だったじゃない、その辺りの人たちと。その時もなんかこの先どうなるんだろうってみんな言ってる時に、なんか一人ちょっとニヤニヤしてこうやってこうやってやって、なんかちょっと黙って知ってるんでしょみたいな感じで言ってもね、私の口から言ってもダメだなって思って、言っていいんですかって何回も念押ししてたもんねどう何がですか、印象深いシーンですよ。もう同じなんですよ
同じなんですよ。いやそれはそれはそうなるわ。23話本当にずっと楽しみでしたし、うん、その実際アフレコをした時、うんうん、やっぱ村瀬さんとのこの23話分の積み重ねというか、うんはいはいはい、あの隣に村瀬さんがいらっしゃってボッチを演じる最後の話数すごくなんだろう普通の人生を歩んでいたらなかなか経験できないような体験じゃないですか、うん、ギュッと濃縮されてるしねいろんなことがなんかすごい自分の中で言葉に表せられないような感情ばっかりで、うん、なんか幸せでした本当にそっかなんか墓地を通して見る王様ランキングの世界も幸せですし、うんうん、感情移入しましたしで私自身から見てのそのぼっちたちの幸せだったりとか、うんうん、すごいで村瀬さんとこう掛け合いをできているというあの空間、うん、なんか幸せでしたもはや懐かしいまであるもんねそうですね懐かしいまででも結構最近でしたよね撮り終わったそうだねまあでもなんだかんだもう何ヶ月かは経っちゃってるから、はい、なんかアフレコが終わってやっぱ日が経つとねこう見直してるとさ、はいあこういう風だったなみたいなもう思い出になりつつあるからちょっとなんか原作のねそのウェブの方のね漫画の方はまだまだ続いてるから、はい、そっちの方もねぜひねぜひ村瀬さんに早く追いついてもらいたいですいろんなところまで俺ね単行本派だから単行本心持ちにしてるんですよの今の、うん、もうあんま喋れないんですなんかこれだけ言わせてくださいもう第2部の方のウォッチと影の、うん、もう絆早く見てほしいんです村瀬さんにそうだから単行本が早く出ることを心待ちにして実は我々も心待ちにしております、まあ、我々はそれこそぼっちで影の視点から話したんですけど、まあ、一応シーンをねあ印象深いシーンだけじゃなくて紹介していこうかなというふうに思っております、はい、思っておりますということで、じゃあどうする俺の方から一応シーン発表していいですか一緒に行きません一緒に行くのこれ多分ねカメラさんでねこうバンと一個ずつで映すと思う村瀬さんからどうぞ僕の方からじゃあ行きますよはいこちらですドンわかるかなあーわかったわかりますよ何でしょうあの三蔵の顔正解え やっぱこれ見た人だったらわかるよねわかりますよこれシーナさんですシーナさん大きいからでこれミランジョのお母さんでミランジョでボッチでデスパーさんっていう感じ三途の川のねやっぱミランジョのシーンがねすごい好きなのよえ影よ影いや影のシーン影のまあ、いっかなとことかも好きなんだけど、はい、でもあれ確か19話じゃないあ確かにで20話から確か、ね、ミランジョとミランジョのお母さんと、はい、あと椎名さんのとこにスポットが当たってるからなんかこうミランジョのそのキャラクター的に見て今までミステリアスででボス王の回想とかさなんかこういろんな昔の記憶とかそういうのでところどころ見れたところと今がやっぱ乖離してたじゃないすごく、はい、なんかこう昔はもうちょっと感情豊かだったりとかいろいろしてたのにもう今冷たい冷徹な感じっていうののその間をすごくやっぱこう絵でもそうだしまあ音もそうだしあともう本当にお芝居ですよねいやここのミランジョさんのこの去り際の叫びのシーン、うん、本当に胸を打たれましたよねあとやっぱ椎名さんのさ、はい、お母さんの器の大きさというかさ、はい、もう恨んでないよねえ実はねそのボッチと影とあと椎名さんでね、はい、撮りましたねここのとこ撮ったんだけど、はい、わこれは確かにボス王の奥さんだみたいな感じのとすごい思った記憶があっていやここのシーンで、うん、そのボッチが椎名さんと再会じゃないですけど、うん、その椎名さんはボッチがいることを気づいてないじゃないですか そ, う、ね、でそこで椎名さんにやってあーってなるんですけど、うんうん、椎名さん の私の息子は強いぞっていう あの言葉でボッチがってなるじゃないですか凛とした感じの椎名さんにねあそこもボッチ的には本当に大好きなところですついついやっぱねぼっちと影の話になっちゃうから あ、ね、でも僕的にはやっぱここの、まあ、お芝居の凄さもそうだし、はい、あとこう結構王様ランキングを象徴するシーンだなと思ってて本当に人を救えるのはなんかすごくこう人のなんか許すとか優しさとかもそうだしあとこう認めるとか、まあ、それこそ椎名さん殺されたわけだけどミランジョによってでもなんかそこをもう恨んじゃいないとかあとはなんかお前もなんかかわいそうだとかそういうなんか許し合うみたいな感じのところ
のなんか気持ちをやっぱ受け取ることによって、それをでも素直に受け取れないミランジョが、でもやっぱ自分がどうしても腐っちゃいそうになるところが、こうもう我慢できなくてこう溢れ出たというか、そこの気持ちの運びが見ててすごく気持ちよかったし、素晴らしいなと思って。なんかこの後の展開で、そのダイダがミランジョにその これからの歩みを、その俺と一緒に歩んでいこうとプロポーズするじゃないですか。そこでそのミランジョのなんて心的なものが救われていくじゃないですか。いや、なんかこっからのこのミランジョの心情が本当に、なんか見てるこっちも、あ、よかったなって思えるとこですね。なんかね、最初あんな怪しくて悪そうな感じで出てきたのに、絶対悪役だろうみたいな感じでしたね。ね、いや、すごいよね。まあでも本当この作品をいろいろ象徴してるシーンだなというふうに思いましたよ。で、はい、ひなたちゃんのやつも見せていただきましょう。はい、行きましょう。行きます。でん。手。手は分かった。これ どこのシーン？これは繋いだ手の、あの23話のラストのところで、うん、待って、すごいピンポイントすぎて分からない。いや、だって手繋いでるとこ結構印象的にクローズアップされてるじゃない。はい、そのどこ23話の、 あれです、その影がその墓地から離れていって、はいはいはい、その墓地が影を探しに行くじゃないですか。あの蛇に教えてもらってね。あ、そうです、そうです、うん、でその後にその影とお墓地があーってなって、うんうん、あーって再会した後に手を握るじゃないですか、うん、そこです、はいはい、そこをクローズアップしたのね。そこです。あ、そういうことか。まさかさ、2人とも文字じゃなくてこの絵でやるっていうのがね、ちょっとあの バディ感を感じましたね。いや、絵ですよ。あ、やっぱあそこいいよね。あそこ大好きです。なんかその後のその墓地がなんかそのボス王国じゃなくて自分の国を作って王様になるってことを決めるじゃないですか、はいはいはい、でそれで影が最初、え、そんなことできるわけって言いかけますけど、モッチの決意の顔を見て、モッチならできるなって思って、うんってなるじゃないですか。 あそこがもう大好き。いいよね。なんだろうね、なんか影も影ですごくボッチに救われてるから、そのボッチのこのまっすぐさとか、まあ、頑固さというか、多分ボッチは一度も走り出したら絶対に止まらないっていうのと、はい、あとやっぱこう背中の大きさというかね、このちっちゃい体だけど自分が思ったこといろいろやってきたし、はい、あとはなんか自分がその揺れ動いた時にもでもちゃんと肯定してくれるっていうところも含めて嬉しかったんだろうね。去っていった人を追ってって一緒に王国作るみたいな、すごい友情ですよ。なんかこの前のシーンの、うん、もうヒリングさんの言葉も本当に、なんか王様ランキングってすごくないですか？なんか、いや、すごい、すごい今更なんですけど王様ランキングすごいんです。王様ランキングってすごい。これをね、見てる皆さんはもうもちろん存じてると思うんですけど、俺ね、このミランジョのシーンか、はい、そのヒリングのあのあそこの最後のさ、送り出すさ、はい、バイバイ私のぼっちのところかで悩んでた。一押しシーン、もうなんかだから酷な質問なんですよね、これ。本当に一押しで1をね、1が出せない、選ばなきゃいけないのはね、結構しんどいですよね。全部すごいすごい作品ですよね。はい、そろそろお別れの時間でございますね。はい、はい、じゃあまとめにいきます。いきましょう。テレビアニメ王様ランキングは Amazon プライムビデオでは見放題独占配信中です。ぜひ最終回までのお話、改めてじっくりと見返していただけると嬉しいです。そして現在第6話から第11話を収録した王様ランキングのブルーレイ &DVD 第2巻が好評発売中でございます。私たちも参加する7月10日にイベントがありますね、うん、開催するイベントチケットの優先販売申し込み券も封入されていますので、はいはいはい、さらに特典 CD、 あ、これあの座談会、特典の CD に座談会があるんですよ、我々が。ここで発表だったのかな、これは。はい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 、これすごく楽しかったです。楽しかったね。すっごい楽しかった。ただあのオタクの集いでした。いい大人がね、もうみんな大好きなんですよ、王様ランキング。この第2弾の方では私と村瀬さんと、うん、そしてデスハー役の下山義満さんと、はい、デスバー役の桜井孝宏さんとの対談がお聞きできますので、うん、ぜひチェックしてください。面白かった、ここのお二人の掛け合いというか兄弟もね。めっちゃ面白かったですね。面白かった。もっと喋れたかったね。そして王様ランキングオリジナルサウンドトラックも現在好評発売中でございます。はい、王様ランキングの世界を彩った真由子さんによる劇版もぜひお楽しみください。
各商品情報の詳細は公式サイトをご確認ください。はい、はい、さて王様ランキングの第20話から最終話の第23話を振り返ってきましたが、うん、なんか改めてその1話かを1話から振り返ってみて、うんうんうん、村瀬さん何かありますか？総括的な話しますか？いやでもそれこそまあオーディションの時からね、はい、こうオーディションの時小鹿のように震え固ま、上はもう石像のように固まりバババババってなってた子がすごい。でもやっぱこうアニメの力ってすごいんだなって思った、うん、あとこうやっぱ毎週、ま同じところに行ってさ、はい、でみんなでなんかこう同じものを作るっていうことをこう体験することによって人はこういろいろ変わってくんだなと思ったし、それこそもう多分1話とかさ、はい、オーディションの時の自分はもういないわけよ。いないですね。こんなほがらかに答えられる日向みなみもいなかったわけですよ。そう考えるとやっぱこう作品によってもやっぱこう自分のね根幹というか大事な部分多分作っていただいたと思うし、はい、あとはこう本当になんていうのかな、作品に関わることによって自分自身もねこうすごく頭使ってで役に対して真摯に取り組んだと思うので、なんかもう単にと言ったら変ですけど、もうただただひなたちゃんの成長がねなんか誇らしいというか、いや本当に僕だけじゃなくても本当にいろんな方のおかげです、ね、スタッフさんも含め、はい、なんか皆さんの愛というかね本当に思い強い思いがあってこそ成り立った作品なので、本当にこういう風にねいろんなこと話せて嬉しいなというふうに思いますよ、はい、うん、ちょっと続編もねぜひ早めに作ってください。ぜひよろしくお願いします。楽しみにしています、はい、ちょっとひなたちゃんもじゃあぜひ総括を、はい、いやもうさっきおっしゃったように、うん、本当にオーディションの時はきっとつついたらパーンって割れるぐらいのなくなっちゃってたかもしれないもんね。もう本当のカチンコチンだったんですけど、うん、こんなに大きくなりました。いや自分で言うことじゃないのよそれは。いやまだまだなんですけども本当になんかその初期の頃とは比べ物にならないくらい、うん、もう成長したと思いますね。なんかすごく今だから言えるんですけども、うんうん、本当に最初の頃私村瀬さんめっちゃ怖かったんですよ。怖かったの？怖かったっていうか、うんうん、なんてはって感じのなんか、あでもなんか迷惑はかけられないと思って、そのねそうか、いやでもそれは良かった。だって逆になんかよかった。いやなんかね良くも悪くも、はい、あんまりこう人に大きな興味をそんなにこう持てない人間だから、逆になんていうのこう誰にでもある程度優しくできちゃうのよ、うん、で優しくしちゃうとなんかこう舐められちゃいけないなって思ってたところは結構あって、だから逆にこうちょっとピリッとしてくれるぐらいの方が先輩としては良かったのかなってすごい思うから。そうなんですね。よかった。じゃあ怖がってて正解だったんですね。それによって芝居ができてなかったらダメなんだけど、でもちゃんと頑張ったもんね。はい頑張りました、うん、もう本当最初の頃その村瀬さんにいろいろ教えてもらったじゃないですか。あれがなかったら多分本当に最後まで来れなかったかもしれない。いやいやなんか難しいけどね、でもこうできたりさ、はい、あとこうこのそれこそ見てくださってる方々のねなんかこう良かったですとか、なんか王様ランキング面白いとか、あとスタッフさんとかの反応とかさ、うん、そういうのによって我々もねすごく救われてるというか生かされてるんで、ね、はい、そういうところに還元できるようにこれからもね頑張っていきたいですね。頑張りましょう、うん、はい。番組をご覧いただいた皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。テレビアニメ王様ランキングは Amazon プライムビデオ、そして現在発売中のブルーレイ& DVD にて何度でも本編をお楽しみいただけます。ぜひ皆さんの一押しシーンも Twitter などで教えていただけると嬉しいです。教えてください。教えてください。それではまたどこかでお会いしましょう。せーのさようなら。